皆さんこんにちは、山チャンネルの山健です。前回のリーグ戦対人戦2対1で敗れました。でこの結果現在第5位です。しかも今回も対人戦になります。とうとうコム戦が続くっていう運の良さもなくなってきました。はい、ということでワールドリーグサードディビジョン第2節、よかったらご覧ください。両チームのフォーメーションですが、両チームは4-3-3のフォーメーションです。攻守ともに個人の能力の優れた選手が揃っているチームです。一方相手チームは4-4-2で挑みます。フォワードディフェンスの能力が高くバランスを取れたチームです。右サイドを使って攻めます。割って入ります。入ります。マクイディ身長180センチ、フランス出身、今日はセントラルミッドフィールダーとの起用となります。内にどう崩していくのかじっくりと見守っていきます。1対0、この先制弾はどんな意味を持つことになるんでしょうか。ここでボールを取られる。サウン、身長184センチ、スペイン出身、今日は左サイドハーフでも起用になります。ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。オフサイドの判定です。高卒の取れたディフェンス陣、罠を仕掛けます。さあプレー再開です。ボールを奪います。マクイディがカット、ボールを奪います。インシーン身長163センチ、ボールを受けます。モンレアルがここでキープ、前に出す。これは気をつけなければなりません。中央へ送ってインフィンがここは大きくクリア、抑えた。マクイディがパスカット、パスを送りました。右に送ってパスを出して左へ、ここで奪い返された。メッシからのドリブル突破で相手のディフェンスを翻弄できるか。中央から、さあ前線のこの辺りで仕掛けていく。36分、この試合を制するのは果たしてどちらか。ここでボールを失う。前へ、ペナルティエリア前で非常に強固な壁を築いています。出します。出しました。前へ、ボールを奪われます。キーパーしっかりとキャッチ。ここでホイッスル、前半45分が終了です。前半の相手のスタイルを見た上で戦術を。サウンからの得意なパスで相手の裏を見つけるか。後半ビハインドのスタート、ここからどう反撃してくるでしょうか。一人で行く、パスを出して、ここでボールを取られる。抑えて出しました。パスを出す。さあ前線のワントラップ、縦大きなパス、相手ボールになります。ボールを奪われます。左サイドから切り崩します。タッチラインもありました。スローインで再開です。左へ送る。右に展開、ここで取り返す。前線付近でボールを持ちます。2点ビハインド、何とか追いつきたい。そしてはできない。
トラップ。ボールを運びます。サイドへ送り、キキッカー取れずか。パスを出しました。近づいてまいりました。それではまた次の試合でお会いいたしましょう。ごきげんよう。